よ。 OK、 完璧だな、ヤマ。ありがとうございます。这是原本单身广告业精英他的生活，直到突然面对这个转变。男の人が子供産んでくれるなんていい時代になったよね。思わず私の子なのって言っちゃった。それ男が言うやつ。中絶同意書。秋の言ってることってさ、その辺の男どもと一緒だよ。一日中吐き気するし、上司にも睨まれてるし、すでに生活に支障出てるの。ごめんごめん。それどうしたんですか。四十岁的斋藤工不仅拥有日本男神地位，也执导电影。在片中，他翻转形象，体验身为孕妇的处境，还求婚失败。子供も秋が産むわけじゃないんだし、結婚しよう。結婚はまたね。なるほどっていうか。斋藤工与上野树里搭档，饰演这对意外为人父母的伴侣。父親らしさ、母親らしさ。そういうので人を縛る必要ってなくないですか。この子に誇れる母親になりたいって思ったの。思いがけないことが人生には起こるんですよ。故事原著由女性漫画家在2012年创作连载，现有两位当红影星担纲真人版，他们也都感受到剧情中想为性别平权发声的责任。代表作包括《进击的巨人》、日本名导荒木哲郎新作中在世界各地降下的泡泡雨，让重力因此瓦解；东京化作年轻人们的游乐场，在跑酷对决中失误造成男女主角想和事的相遇。外の世界はあいつらにとって息苦しいのさ。呼んでる。お前にも聞こえるのか。止めなきゃ。奇幻奇丽的画面中，足以改变世界的真相就要浮现。这部原创动画排定在4月底串流上架。记者阿曼和乃强综合报道。